はい、よろしくお願いいたします。では、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。それでは本日の記者会見を始めさせていただきます。グッドニュースほか、今日も項目がまずたくさんございますのでよろしくお願いいたします。まずグッドニュースでありますけれども、こちら、アメリカの、富裕層向けの旅行雑誌で、コンデナストトラベラーという、このような雑誌がございます。そこで読者が投票して世界の一番魅力的な街はどこだろうというので、東京が見事1位に輝いたということで、その賞状といいましょうか、盾が届きましたので、誇らしくご紹介をしたいと思います。で、これ、ちなみに2番目は、京都ということで、東京と京都と1位、2位を占めたということ、これも素晴らしいと思います。そして先日発表させていただきましたけれども、2020年の、プランですけれども、その中で海外から東京を訪れる旅行者の数、2500万人と高い目標を掲げさせていただきました。より多くの旅行者の方々、海外からお越しいただきますように、昨日も会議開きましたが、伝統文化から、それからアニメ、ポップカルチャー、これらの宝物をですね、より磨いて、そしてさらに1位以上はないんですけれども、これ連続取れるぐらいの、そんな勢いでこれからも取り組んでまいりたい、これが一つ目のニュースでございます。それからちょうど今日はですね、アメリカの新大統領の就任がいよいよ日本時間の深夜ということになりましたので、私の方からは一言申し上げておきたいと思います。まあ、言うまでもございませんが、日米同盟はアジア太平洋地域におけます平和、そして安定のための礎であるとこう考えております。また GDP で考えますと1位と3位、この両国が政治と経済、そして安全保障などあらゆる面で引き続き緊密な関係を築くということ、これが続くということ、これが混沌とした国際情勢の中におきましては、大変大きな役目を果たすであろうということを考えております。トランプ新大統領、まあ、優秀なビジネスマンとして知られているわけでございますけれども、今申し上げたようなことをしっかりと直視していただきまして、そして、新大統領の就任を機に、日米の関係がですね、より一層強固になることを、期待をしているところで、ございます。ちなみに私は92年のクリントン大統領の就任式に招かれていたことがございまして、その前夜祭などはハリウッドのスターとかマイケル・ジャクソンとかもういっぱい出てきましてね、もう本当にお祭り騒ぎになるんですね。ということで今日もこの、まあ、お祭り騒ぎ状態の中で、明日の就任式を、まあ、日本時間でいたしますと深夜ですね、就任式を迎えられるということで、ございます。それから豊洲の件についてお伝えを申し上げます。第9回ですね、モニタリングの調査結果が暫定値として出ました。すでに皆様方ご案内の通りでございますが、先日開催されました第4回の専門家会議で詳細が報告されたことと存じます。で、この1回から7回までですね、この調査では、基準値を超える物質は、まあ、検出されなかった。しかしながら、第8回、測定箇所の201箇所のうちで、第5外区の3箇所で基準値を超えるベンゼンとヒ素が検出されたということもご記憶だと思います。そして今回が第9回、まあ、これがまさしく市場移転を延期した理由の一つでありまして、まだ終わってないじゃないかということから
11月7日の移転に待ったをかけたというのがこれまでの流れでございます。そして蓋を開けてみますと、第9回、72箇所で環境の基準値を超過いたしまして、1箇所で基準値の79倍のベンゼンが測定をされたということでございます。で、今回の測定結果ですけれども、これまで大きく結果として異なっております。そして座長を務めておられます専門家会議の平田座長でありますけれども、平田座長をして説明ができないような大きな乖離があると、このようにおっしゃったわけであります。ということで、現時点ではですね、この結果について評価をするのは困難と言わざるを得ないと思います。そこで専門家会議におきまして、再調査を行うということを決められました。そして、科学的な評価を出していただくということが望ましいと考えております。これまでも食の安全安心の確保ということが豊洲移転の条件だということを申し上げてまいりましたが、専門家会議によります、これからの科学的な評価を踏まえた上で、移転の判断についての総合的な結論ということになるのかと、現時点ではこのように考えているところでございます。で、これに関連してでございますけれども、実はですね、はい、書いてください、石原元知事に対しまして、平成24年にですね、東京地裁に訴状が提出されております。これは2011年3月、東京都と東京ガス株式会社及び東京ガス豊洲開発株式会社との間で行われた売買契約に関しまして、東京都は石原元都知事に対して約578億円を請求せよというふうに、このような中身になっております。つまり東京都を被告といたしまして、住民が訴訟をしたということでございます。で、この対応について若干変更したいと、このように考えているというお知らせでございます。次お願いします。で、東京都といたしまして、豊洲の土地購入にかかる当初からの事実関係をまず明らかにしていこうと。そしてこれまでの住民訴訟への対応を改めて検討し直したいと、このように考えております。で、住民訴訟への対応を見直す理由でございますけれども、ここではですね、石原慎太郎元都知事の豊洲用地の売買契約についての責任が問われているというのが1点、2番目に豊洲市場については用地を選定する件、それから土地を購入の契約するその経過が不透明であり、かつ不適正ではないかとの疑惑も多く指摘されているところでございます。これは住民訴訟の側の考え方です。で、その事実関係、それをもたらした責任を曖昧にすることなく明らかにするということは、都政を改革して緊張感を持って適正な運営を行う上で不可欠だという、そういう判断のもとで今回の見直しを東京都としていたしたいということでございます。で、これからでありますけれども、まず東京都として訴訟代理人の交代を行います。訴訟代理人すなわち弁護士の方々であります。で、新しい訴訟代理人のもとにおきまして、訴訟対応特別のチームを編成することといたします。で、これからでございますけれども、これで弁護団がそっくり変わっていくという話になります。で、それによってさまざまな作業が必要となるわけでございます。で、新しい準備書面の作成に、日時、時間が必要だという判断で、実は次が
2月9日に口頭弁論が予定されて、おりましたけれども、これをですね、4月の初旬までまず延期をしていただくように申し出る予定といたしております。そしてその後事実関係を解明して証拠の収集、そして石原慎太郎元都知事の法律的な損害賠償責任があるやなしや、その範囲は一体どうなのかという判断、これらについて新しい準備書面の作成を進めます。そしてその進捗状況に応じまして裁判に提出をしていきたいという考え方で、ございます。で、改めてもう一度この住民訴訟がどういうものだったかについて、新しい記者の方もおられますので、改めてお知らせをしておきますと、後ほどペーパー配らせていただきますけれども、東京都は、石原慎太郎都知事に対して約578億円もしくは東京ガスの負担額が78億円ということでございましたので、それを差し引いた463億円を請求せよというのが、これが、東京都民、から出てきている住民訴訟の内容でございます。で、この進行状況は今申し上げたように次回は2月の9日になっておりまして、これが第22回の口頭弁論進行協議の日にちとなっております。で、これを延期を申し出るという話であります。で、これまでの当事者の主張でありますけれども、その主な骨子を申し上げますと、原告側は豊洲の土地売買契約の代金というのは都知事の裁量権を乱用逸脱した違法行為だと、東京都は石原氏に対して今申し上げましたように約578億円を請求すべしだという、東京都が元知事に対して請求をせよというのがこの住民の訴訟の内容でございます。で、これまでの東京都でありますけれども、石原氏に対しては損害賠償責任は存在しないとの方針のもとで訴訟活動を行ってきたというのが、これまで21回にわたります訴訟のに対しての東京都の対応でございました。で、いくつか法律的な論点がございますので、それもまとめておきます。知事の裁量権を超える価格で売買契約を結んだのではないかということでございますけれども、ご承知のとおり、あの豊洲市場、新市場は高濃度の土壌汚染の実態が分かっていて、2011年の3月の時点では土壌対策を汚染対策費用のその額がですね、全体で586億円とすでに見込まれていたにもかかわらず、新規の用地購入の契約にあたって知事の裁量権の範囲を超える土壌汚染対策費用適正に見込まない価格で売買契約を締結したということが、ポイントになってくるわけであります。で、もう一つのポイントが、将来にわたって貸し担保責任の免責が行われているという点であります。貸し担保責任というのはですね、例えば不動産を買う際にですね、そこに大きな問題点があるけれども、しかしながらそれはいいですよと言っても放棄せ、その持っている人にその責任をですね問わないということをこれまでやってきたのが、これまでの東京都と東京ガス等との関係であったけれども、その際は請求権を放棄しているのは問題ではないかという法律的な課題がございます。これは将来にわたっての話と、それから過去の売買契約の貸し担保責任の免責についても、論点になろうかと思います。で、過去の豊洲用地売買契約の貸し担保責任の免責の放棄についても法律的な、課題になろうかと思います。で、このように、弁護団といいましょうか、
これによってですね、これまでの21回にわたります、さまざまな口頭弁論等々行われてきたわけでありますけれども、訴訟代理人の交代を行うことによって、さらに訴訟対応チーム、これを結成することによりましてですね、これまでの取ってきた東京都の元知事に対しての対応に変更が生じるのかどうか、これはまず改めてこれまでの売買契約等精査をさせていただくということでございます。ということで、これについてですね、検討をする段階に入ったということにでございまして、これについて何らかの結論を得て、私が今ここで話をしているということではございませんので、その点だけはご承知おきいただきたいと思います。いずれにしましても、平成24年から続いている、住民訴訟でございます。これに対して、これまでの流れの中で、元都知事に対しての責任を、そのままの流れを受け継ぐことに対しての、ここで一度、まさしく立ち止まるということで、訴訟代理人を変更するということでございます。で、これについてはかなり法的ないろんな課題もございますので、このあと、鴨弁護士、ご承知のように特別顧問を務めていただいている鴨先生の方から皆さんのご質問にお答えさせていただくなり、説明をさせていただくなり、そして、していきたいと思っております。続いてガラッと変わりまして、東京未来ビジョン懇談会、この設置についてのお知らせで、ございます、都民ファーストの都政をということで、具体的な道筋を書いていきたいと思っております、未来への航路ナビゲーションということで、2020年に向けた実行プランの策定をしたところでございます。で、このプランに基づきまして、大義ある政策を都民の皆様方の共感を得ながら進めてまいりたいと考えておりまして、そこでですね、東京の未来を考える、こんな東京だったらいいな、あんな東京にしてほしい、いろんな意見、いただいているわけでありますけれども、各界で活躍中の若手の方々、まあ一言で言うとアラフォー以下、高校生以上ということでありますけれども、こういった方々にお集まりいただきまして、まあ、私が雑を務めますけれども、高校生からアラフォーまで幅広い分野にわたる方々をお招きをして、こんな東京、あんな東京ということをですね、自由に話し合っていただくということを考えております。で、本日の時点でメンバーは17人でございます。で、ここにお名前、後ほどお配りさせていただきますけれども、俳優さんとか映画監督、俳優、そして映画監督、リバースプロジェクトの代表を務めておられます、昔、白洲二郎の役を演じられたと思いますけれども、伊勢谷友介さん、それから高校生内閣っていうのがあるのを皆さんご存知でしょうか。都内の高校に通っている3人の高校生、の皆さん、ここで内閣ができてるんですね。高校生内閣ができていて、ちゃんと総理大臣もいれば官房長官もいるんです。で、この方々、お名前は飯野さん、浜田さん、千島さんということであります。それから先日対談したばかりでありますけれども、歌手でタレントの高橋みなみさん、それからスーダンのご出身でですね、東京外語大で特任助教を務めておられますムハンマド・オマル・アブディンさん、この方は全盲の方なんですけれども目の不自由な方なんですが、もともと東京に視圧とかマッサージの勉強に来られた方で、そして、スーダンということで、私もアラブつながりなどもございますけれど、非常に日本語はもう
英語などよりうまいという、そういったまさしく一人でいくつものダイバーシティを抱えた方、それからまあこういった方々に、でなりまして、蜷川美香さんとか、渋谷区長も大変若くて、クリエイティブな区長として有名です、入っていただいて、パックンも入っていただくということでですね、第1回の懇談会を1月30日の月曜日に開催をいたしまして、東京の未来、東京の可能性などについて自由闊達な意見交換を行わせていただきます。でそれからいろんな出席者の方々がおられましてですね、当日の取材の方法についてはちょっと調整させていただきたいと思っております。カメラの法律の前では話すのは苦手だとかですね、まあ、いろんな肖像権とかいろいろございますので、ちょっと調整させてください、ご理解いただきたいと存じます。それからそうこの中にはですね、奥多摩の方で間伐などをやっておられる林業の方と、それから島嶼部で、小笠原八丈島かな、で、漁業、三宅島で漁業をやっておられる東京大学卒業の漁師さんとかですね、いろんな分野の方々に東京の未来について話していただくという、そういうことになっております。すいません、まだあります。 ICT 先進都市の東京についての懇談会についてでありますけれども、 IoT やAI などのこういった分野をもっともっと東京で花開かせたいと、それから前から申し上げておりますように、まあ、分かりやすく言えばテレワークなどがそうでありますけれども、東京2020大会をですね、 IoT そして人工知能 AI、そのショーウィンドウにもしたいということで、そのための懇談会を設けるということで、ございます。で、IoT、ICT もいっぱいありますけど、それに AI、これを含めて東京の将来像を議論して、これを踏まえまして都での戦略をですね、策定する予定といたしております。第1回、これも1月30日月曜日となっております。まあ、オープンデータをどのようにして活用していくかなど、いくつもの課題がございますけれども、こちらの方のお知らせもさせていただきます。それから次は教育であります。教育については、対抗東京都教育施策大綱を策定し、いたしましたのでお知らせをしておきます。これまで2回にわたりまして開催をしてまいりました、東京都総合教育会議でありますけれども、教育委員会との協議、パブリックコメントによる都民の皆様方からの、ご意見を踏まえまして策定したものでございまして、期間はですね、平成32年までといたしております。まあ、新しい東京を作り上げるというのは結局は人ですということでございまして、まあ、今ご覧いただいているような点をベースに進めてまいるということであります。で、特に優先的にまとめていきたい重要な8つのポイント、こちらの方で、これは目標ですね、ご覧いただいておきたいと思いますけれども、1が、すべての子どもが学んで成長し続けられる教育の実現ということで、教育の機会のですね、格差をなくすというのも私、大きな表題とさせていただいて、今回給付型の奨学金を創設するなど、まあ、子どもたちの夢、そして目標の実現に向けた支援、夢ナビプロジェクトなどの取り組みを進めてまいります。それから今日は都立の足立工業高校、現場を視察いたしまして、生徒たちがですね、熱心に学ぶ姿、取り組む姿に、今日も感動してしまったわけでございます。それから3つ目でございますけれども、世界で活躍できる人材の育成ということ、これもポイントであります。6つ目にありますけれども、障害のある子どもたちの多様なニーズに応えていく教育の実現ということで、
大学などと連携した芸術活動の推進であるとか、特別支援学校におけます医療的ケアなどの取り組みを進めていくということであります。教育長の方に詳しくはお尋ねいただければと思います。すいません、まだ2つあります。公金支出の情報を公開いたします。東京大改革の一丁目一番地は情報公開であるということは常々申し上げてまいりました。都政の見える化、都民ファーストの都政の実現ということで、全庁の公金の支出情報、これを公開いたします。具体的には一般会計、特別会計、公営企業会計、全部合わせますと27にわたるんですけれども、年間約70万件の支出の情報について、支出の部署、支払い日、支出科目、支出の件名、そして額、支出額、これらの情報を一件ごとに一括して公開していくということで、その準備を進めているところであります。今年の4月から財務会計システムをはじめといたします関係システムの改修に着手をして、9月から公開ということでございます。でホームページ上に公開をいたしますので、都民の皆様方からお預かりしている税金、どのように生かされているのかということが容易に分かる、ワイズスペンディングなのか、そうでないのかをチェックしていただけるということで、大変職員の方も意識も向上されることは当然のことだと思っております。東京大改革、着実に進めているということで、ご報告をさせていただきます。最後でございますけれども、福島の子どもさんたちにですね、先日私も視察をいたしました、水素情報館、東京水素ミルなどに、ご招待をする、そういったバスツアー、これを開催をすることといたしました。でこれも東京都と福島県はですね、連携協定を結んでおります。でその中身は福島県産の CO2 フリー水素、つまり太陽光、風力などで起こった電気を、それを水素に変えて、そして東京に運ぶというものでありますけれども、CO2 フリーの水素の活用などに、福島県は大変熱心に取り組んでおられます。でその一環として、福島県内の小学生を水素情報館、水素ミルへ、招待をすると。そのバスツアーを今年の3月18日の土曜日に開催をするというものでございます。この水素ミルで水素エネルギーについて福島県産の水素はどうなのかなどですね、子どもたちがよく学んでもらって、お母さんお父さんに伝えてもらうということを期待したいと思います。加えまして中央防波堤の埋め立て処分場も見学しまして、 3R、これ環境ですね、ゴミの分別の重要性などについても環境デーということで東京で楽しんでもらいたい、そのようなイベントを行うというご報告でございます。いくつも申し上げましたけれども、以上私からご報告することは以上であります。どうぞ。ありがとうございました。漢字の時事通信です。豊洲の問題なんですけれども、この訴訟の話がちょっと唐突で面食らってるんですけど、これは要するに豊洲市場の問題に関してはやっぱり多くの都民がなんで土地を選んだのかというなんか根本的な疑問みたいなのがずっと続いてると思うんですけど、それを訴訟を通じて事実関係をツイートして明らかにしていきたいというそういうことなんでしょうか。はい、この訴訟は以前から続いていたものであります。昨年8月から私東京都知事になり、そして11月の移転を延期を決めということは、これまでずっと長くこの豊洲の問題についてはこれまで、この訴訟そのものも平成24年つまり4年前ですね、5年ですかから続いているものであり、多くの都民の方々が抱いておられる懸念であろうというふうに思います。そういう中で
これまで通りで、この石原都知事が行った、行政についてですね、そのままの延長でいたいのかということがあるわけでございまして、そして今まさしく9回目の数値が出たという、そして驚くべき数値が出たということで、改めてこの段階でこれまでと同じ対応でいいのかという疑問も当然生じてくるわけでございます。そういったことから改めてですね、このまずはこの訴訟に関しての弁護団を変えていくということと、新たにこれまでとは検証を改めてし直すということによってですね、東京都がどのような対応をしていくのかということもこれらの検証の後に決めていきたいと思っております。現時点でどちらの方向に行くということではございませんが、この訴訟に関して、検証を改めてし直すというところから始めるのが、必要ではないかと考えた次第です。これまでとは石原元知事の賠償責任については ないということで立場で訴訟に臨まれてきたというふうに資料に書いてあるんですけれども、それがその方針が転換されるという可能性はあるということは、それはよく調べてみなければ分かりません。そのための訴訟対応チームを編成をするということであります。分かりました。それから豊洲に関連して改めて9回目の調査結果を受けて専門家会議がまた再調査をするということなんですが、それで当初予定された4月の報告書もずれ込むんじゃないかということを先生方おっしゃってるみたいですけれども、改めてその夏をめどに総合的な判断を下すといった時期について、知事はどのようにお考えでしょうか。判断の時期をいつにするのかということについてはですね、再度複数でクロスチェックをしながらということでございます。それを流れを見ながら考えていきたいというふうに思っています。何よりも調査についての疑義を生じているということに対しては大変私は不安に思っております。これまで1回目から8回目まで、数値が上がってこなかったのが突然、8、9で大きく跳ね上がるというのは一体どういうことなのか、皆さんこれは共通の思いだと思います。私も当然そのように非常に疑問を感じているところであります。よってこのクロスチェックを行うなり、改めて信頼度の高い調査をやっていくという必要が、今この8、9の数字が出たがゆえにですね、そういったことも必要になってくるのではないだろうかとこう思っているところであります。翻って先ほどのご質問でありますけれども、これによって時間がかかるのかどうかはこれからの調査の流れ次第でございます。皆さんがよくおっしゃる1日いくらかかってますよというご質問がございますけれども、伸ばしたくて伸ばしているわけではございません。何よりも根本問題がどこにあるのかということは先ほどの住民訴訟のを明らかにすることによって一体問題はどこにあったのかがおのずと明確になってくるのではないか、私はそう思っています。ありがとうございました。幹事から以上です。新都心新聞の木田です。豊洲 の、 調査の結果での中で出てきました、1回目から私の記憶では1回目と3回目の業者の方々と3回目から7回目までの業者の方々とが違うらしいんですが、3回目から7回目までの業者の方々が工事を請け負った業者に発注してその下請けが検査をしていたというような報道がなされています。で今度その改めて検査をさせる業者を選ぶときにそのような工事を請け負っている業者の下請けとか工事を請け負っている業者に検査をまた任せるような事態を考えられているのか、そのあたりの考え方をどういう業者を使うのかという考え方をお聞かせ願いたいと思います。これはまだ業者が
確定をしたものではございません。そしてこれまで行ってきあこれからのクロスチェックについてはですね、これから入札をするということでございますので、まだ確定していない社はございます。それからこれまでについては基本的にこのような環境の調査をする際というのは事業者が、担うことが多ございます。そして往々にしてその工事を担っているところが検査を行うというのが、例えば一般的な環境アセスメントなどもそのような形で行う場合が一般的であります。そういう中でまあ、これまでの工事の工事じゃなくて、調査ですね、モニタリング、これについて、そういった問題点があったかどうかについては改めて確認はいたしますけれども、私はないものだと思っております。しかしながらこれまでとあまりにも8回目と9回目が違うという点についてはこれは皆さんとその疑義についてはですね、共有する部分が正直ございます。ちょっと驚きなんですけれども、その従来の工事をやっている業者の方々にこういう水質検査を依頼することが通常であったというふうに今、いやいや、一般的に環境アセスメントが責任を持つのは接種がやるわけですね。そういうことを申し上げたわけです。というのはこの場合ですと東京都ですよね。そうです、はいはい、で東京都がその委託する場合に、例えば工事を請け負っている業者の方々は自分たちの検査の結果が土壌汚染で悪いとなれば、やはり工事に何か問題があるんじゃないかという責任を問われますので、利害が対立するんではないかと、検査の立場とですね、検査をする立場の東京都と工事をしている業者との間の利害というのは、だから普通は利害が対立する場合には、その利害の対する、そう、利害のある方を外して、利害のない方に検査の依頼をするというのが普通ではないかと私は思うので、その点を考えて次回の発注をされるのかなというふうに思っています。今ご指摘がありましたような疑念を抱かれないように、クロスチェックを次回、再調査という形でやる、今回は暫定値であると、このように専門家会議の方でお決めいただいたというふうに理解いたしております。私はやはりそうやって調査そのものに対してですね、疑問が抱かれるようなことがあっては、これはエンドレスになると思うんですね。そういう意味で今回クロスチェックをかけていくと、そして平田先生自らがそこの場に立ち会って、というようなことをお決めになったと伺っておりますけれども、ここの部分がやはり都民の皆さんにとって、まさしく見える化といいましょうか、納得感がなければですね、どんなに科学的な話をしてもですね、そのあたりご理解いただけないんじゃないかと、大変その点を私自身も心配をしているところであります。はい、じゃあこの間、はいはい、じゃあ予約、朝日新聞の岡です。豊洲の件で伺います。先ほどおっしゃられたその、訴訟への対応、新たな対応の件についてなんですけれども、これまでも知事は、豊洲の移転の経緯について、明らかにするということを繰り返しおっしゃっておられて、現に石原元知事の側に質問状などを出されるという対応も取られてきたんですけれども、その検証というのを行政的な手続きではなく訴訟の場で行われるというふうに判断された理由をお聞かせいただきたい。もっと言えばその、まあ、これまでその石原さんの方と何度かやり取りをされてきて、ちょっとこれでは拉致が開かないというような、そういうな思いっていうのがあったのかどうかということをお聞きしたいのと、それからこの訴訟 の、 その、まあ、進行具合というか、まあ、今どういう判断をされるか、これから調べるという立場であるということですけれども、それが移転の判断であったり、あるいは時期であったりということに影響を及ぼすことはあるのか、この2点を伺います。まず訴訟対応特別チームを編成をするということをお伝えいたしました。
これについては用地の選定、そして土地購入契約に関しての事実関係、これを明らかにしていただくというのが大きな役割であります。で、その上で石原元知事に責任があるのかどうか、そしてあるとすれば、東京都に与えた損害の額が一体どのくらいなのか、先ほど驚くような数字が住民訴訟の方からは出ているわけでありますけれども、その点をですね、明確にしていくということでございます。で、私の目標は都政の改革であって、そして都政の見える化であって、これらのことについては特に不透明であった豊洲の問題を、あらゆる形で明確にしていくという一つの手段としての今回の対応でございます。そもそもここでこの記者会見場でもいろいろとやり取りをし、そして多くの皆様方が大変な関心を持ってこの豊洲の問題について語り、意見を述べということでございますけれども、やはりこれについてですね、納得のいくということ、この納得はどこまでかというのがなかなか難しいところではございますけれども、少なくとも明確な部分が欲しいということは皆さんも考えておられるんだろうと思いますし、また私自身もですね、かつてはこの用地、これまでの石原元知事がですね、これまで述べておられた、ここは安全な土地にするんだと、絶対日本の技術を使えばいいんだというようなことをおっしゃっていたわけでございます。そういったことについて残念ながら結果としてこのような状況になってきている。それらのことを明確にしていくということで、今回このように方針といいましょうか、弁護団の変更という形を取らせていただいたということでございます。なかなかこれまでおっしゃってたことと、これから私たちが担っていくことの負の遺産のことを考えると、これまでと同じ訴訟の方法を、同じレールをずっと乗っている方が、私はむしろ無理があるのではないかと、こう思うところであります。はい。すみません、移転への影響についてはこれはよく調べてみなければ分かりません。影響もあり得るということですか、その時期が遅れたりとか、移転のそのものがなくなったり、それとはまた切り離して考えていきたいと思います。したらどれにしようかな、ご御様の奥平と申します。生放送ですか今日？はい、連日すいません、小池都政についても、はい、そしてこの会見についても放送させていただいているんですが、ちょっと全体的な話で、例えば視聴者や出演者からもちょっと気づく点がありまして、実は去年と今年で小池さんご自身の発言、例えばインタビューですとかぶら下がりでの言い回しが非常にですね、具体的で直接的な発言に変わっているという声が多く上がっています。小池さんご自身はそういった意図といいますか何か意識の変化というのはあったんでしょうか？まあ、それは皆さんでご判断ください。はい、次の方ご質問どうぞ。個別具体的であるとか、何かそのちょっと否定するような、そういった名前を挙げたりですとか、そういったことも多くなっているような気がするんですが、それは皆さんでご判断ください。はい、じゃあ、あと、はい、毎日ありがとうございます。毎日新聞のつぶらやです。すみません、豊洲から話が変わりますが、知事の政治塾の、あと、選挙の関係で、先日の選考委員会で20日をめどに300人程度に絞られるとおっしゃってたんですが、今日20日なので選考がどうなっていらっしゃるのかというのと、一部報道で週明けにも一時公認発表されると、でお名前も上がってますが、もし今お聞かせいただけることがあればお願いします。はい、もう本当に皆さんの、履歴から、ガブと言われる、いわゆる性格診断適性、適性診断テストというんでしょうか、そして論文、私もすべて目を通すしてはおりますけれども、おびただしい数であり、かつ驚くことに本当に素晴らしい人材ばかりでございます。事務局の方で、今私自身は
この審査を、私自身の審査をした上で、最終的に、まとめるということだと思います。それからまた追加試験等々もございますので、まあ、先日の試験を受けた方に対しての合否ということについては、まあ、今日決めるというふうに、段取りをしているかと思います。まあ、一言で言うと本当に、嬉しい悲鳴であるということ、そこから絞り出していくのが大変難しいぐらいであるということも、感想を述べるとすればそういったところでございます。それから、後任についてはですね、これからちょっと、まあ、政治でございますのでいろいろな流れがございます。それを 見ながら発表していくことになろうかというふうに思っております。産経新聞大泉です。また、質問を変えさせていただいてですね、本日から国会が開会しまして、政府が、提出を予定している共謀罪への意見についてお教え願いたいと思います。共謀罪は長年、議論されてきまして、いろいろな、方面から懸念が伝えられたりとかですね、いろんな議論が続いてきました。それで政府は対象の罪名を絞り込んで提出するとも聞いております。首都を預かる立場の知事として、また、2020年の東京五輪を控える、その立場としてですね、テロ対策も踏まえた上での提出と聞いておりますが、そのどのような議論が進むのが望ましいかというご意見があればお聞かせください。はい。まあ、法案のタイトル変えられた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、国会がお決めになることでありますけれども、これまでの何度か議論をされてきて、自民党の中にも反対される方もおられたやに記憶をいたしております。ただどのようにしてこのテロという対策を取っていくのか、今の現行法だけで十分なのか、国会で十分議論をなされることを期待をいたしております。それにつきますね。はい。じゃあ最後、申し訳ありません、お一方、行きたいと思いますけど、初めてかしら。はい。フジテレビグッティの渡辺と申します。豊洲市場、今日初めて見るお顔ですね。はい、初めて。あ、そうですか。はい、どうですかこの雰囲気は。緊張します。え、緊張します。緊張しますか。はい。豊洲市場、新市場の今後の再調査、再調査は具体的にどう進めていくんでしょうか。あと豊洲市場の移転、白紙に戻す判断はありえるんでしょうか。それは再調査待ちなのか、それともどこかで判断されるのか。せっかくメモをお持ちなんだから噛まずによろしくお願いいたします。再調査についてはすでに専門家会議の方で、もう一度これ今回出てきた数字は暫定値だということで、平田先生自身が驚かれて、そして、このこれはあまり関係ないですかね、もう一回調査をすると、それも複数の社に分析をお願いするという形になっております。ちょっと私今メモがありますかね。はい。再調査の場合はですね、再推をする際に専門家の会議の委員が立ち会う、それから場合によっては報道の皆さんも立ち会っていただくということでですね、お願いを進めていくということであります。それからクロスチェックをするということで3つの機関に依頼をする予定でございます。専門家会議の指示で地下ピットの空間の調査を行った会社、それからこれから都が新たにですね、先ほどのご質問ですけれども、もう一度入札をした形で、する形で
この発注する会社、それから東京都の公益財団法人で東京都環境公社というのがございますけれども、こちらの方に依頼をするということを私は聞いているところであります。これが1点。それから移転をしないのかどうかというのは、今それの判断を重ねてきているわけですから、まさしくその結果をですね、待つということも一つだというふうに思います。ただいつまでもやっているのかというと、ここは私はまさしく悩むところであり、そしてまた安心と安全というまとめていますけれどもね、このあたり安全性がこの数値で確認されたとしても本当に大丈夫という消費者の心理とかいろいろありますけれど、このあたりどうやっていくのか、私もしっかり考えていきたいというふうに思っております。はい、ということであります。はい、どうでしょうか。それじゃあ日経さん。日経新聞の竹野と申します。今豊洲の、地下水モニタリングの結果について、安全と安心ということを今おっしゃいましたけれども、専門家会議の平田座長が、今回の結果も踏まえた上で、その地下の問題と地上のことを切り離して、その地上部分の方の安全性は考えることができるんじゃないかという趣旨のこともおっしゃっておりますけれども、その考え方について知事はどう受け止めているでしょうか。はい、平田先生はまさしく専門家でいらっしゃいます。でご専門の立場からそのようにおっしゃったのだというふうに理解をいたします。一方で私は一般消費者の一人だと思っておりまして、なかなか地下と地上と分けるのっていうのは、理解していただけるのはなかなか難しいものがあるなとも思うわけであります。よって再調査のことも待ちたいとは思いますが、とにかく調査そのものへの信頼を取り戻すということも、これもまた新たな課題として出てきているようでございますので、改めて総合的に判断をすると、この言葉をもう一度使わせていただきたいとこのように思っております。以上で本日の会議という会議じゃないですね、記者会見終わらせていただきます。詳しくはその後鴨先生の方にもお聞きいただければと存じます。ありがとうございました。